熊式輝きは中華民国の軍人、政治家。字は天翼。厚生陸軍小学を卒業後、1911年に南京陸軍第四中学に入学し、この頃に中国同盟会に加入した。同年に武将危機が勃発すると観光に赴いて学生軍に加わる。11月には厚生都督府参謀となった。 中華民国成立後の1913年、熊式輝きは、陸軍第一予備学校に入学し、間もなく、保定陸軍軍艦学校、第二寄付評価に進学している。1916年5月に卒業すると、最初は、雲南軍第四師第38団に配属された。その後、厚生軍夏、国民革命軍が北伐を開始する際に、熊は、 独立第一市党代表に任せられ、間もなく、独立第一市が、第14軍に拡充されても、党代表を務めている。10月、第14軍第一市市長を兼任した。1927年2月、熊式輝は、厚生省政務委員会会計長に任せられる。10月、第一市は、第13軍に改編され、熊は副軍長兼第一市市長となる。 11月、厚生省政府委員を兼ね、12月には、証拠営寿司令も兼任した。8月、第37市は、第5市に改編され、引き続き市長を務めている。1930年5月、熊式輝きは、公設官総費、総式権力海軍総司令部参謀長に抜擢され、中国共産党討伐に従事する。翌年月、 国民政府軍事委員会委員長男正幸英参謀長に任せられた。ところが、間もなく熊は飛行機事故にあって負傷し、これが原因で前線の軍人としての活動を断念、せざるを得なくなる。同年12月、厚生省政府主席に任せられ、翌1932年11月、南正幸英弁公長主任となる。1934年10月には、 厚生全省保安指令も兼ねた。1935年10月、中国国民党第五期中央執行委員に任命された。日中戦争勃発後も、熊式輝きは厚生省政府主席を引き続き務め、日本軍迎撃のための体制を整備している。1942年2月、厚生省政府主席を免ぜられ、国防最高委員会委員に移った。5月には、 厚生前哨保安指令からも免ぜられ、10年余り、勤めた厚生省の軍政の要職から完全に、知りくことになる。その後、中米軍事代表団団長として、アメリカを訪れ、1943年7月、三民主義青年団、第一期中央団部評議員に招聘された。同年が秋、中央設計局局長に任ぜられている。 1945年5月、国民党第6期中央執行委員に再選された。戦後の1945年9月、熊式輝きは東北行営主任健康衛政治委員会主任委員に任命され、崩壊した満州国統地地域の接収事務にあたる。翌年8月までこの地位を務め、12月国民政府戦略顧問委員会委員に転じた。 国境内戦末期の1949年に香港、ついでマカオに移り、さらにバンコクで紡績工場を経営している。1954年から台湾に移住した。1974年1月21日、台中市にて病没。去年82、ありがとうございます。